チャスアガです。今回はこのハンドガンを使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。このゴールドハンドガンを使ってね、キンキンのハンドガンなんで近距離頑張って戦いましょうかね。でも今回別にこのハンドガン近距離がめちゃめちゃ強いってわけじゃないんだよね。おお、味方にもハンドガンがマジか、すげえな。ちょっと同士じゃないか、あぶね。ちょっとハンドガンのレートが落ちてる、レートが落ちてる、マジ。オッケー、いいねいいねいいね。感度10の振り向き、割といけるねこれでも。おお、味方にもいるんだけどマジか。あ、逃げた。くそー、逃げられるの痛いね。どうしても来るかな、こっち来なかった。あら、マジかマジかマジか。お、倒した倒した。オッケー、いけるいけるね。ちょっと待って、 UAV 出そう。さあ、ここで回復して、オッケー、切る。あぶねえ、ちょっと弾がなくなってきたな。これは予想外の展開だ。こんだけ長生きできると思わなかったから割と長生きできたね。いいじゃないですか。おお、ちょマジマジか。ちょっと待って待って、危ねえ危ねえ。ちょっと今のはぼーっとしてた、いたね。あー、あまり良くないな。うやっぱそっちから来るよね。でも ICR はね、大変だから分かるよ。頑張れ ICR。 いいじゃん、ハンドガン部隊ハンドガンさ、割とさ、ハンドガン部隊になってんだよな本当に割とハンドガン部隊になってる、面白いな。おお、リス反転した、強っ。我がハンドガン部隊、我がハンドガン部隊よ。なんてなんて優秀なんでしょう。あー、危ね、ナイス、オッケー、任せろ。ここにいないかな、いたいた。あー、ダメか。やっぱ正面からスナイパーに挑んでいくのはあんまりよろしくないですね。こっちのあれ使っときゃよかった、ビッグハンドガン使っときゃよかったな。ビッグハンドガン使いますか。ビッグハンドガン、ビッグハンドガンいいね。ハンド、あー惜しいな、マジか。このハンドガン縛りね、なかなか今回のハンドガン強いんですよ。BO2 の5-7 みたいな弾の数で威力がそこそこあるんで、普通に SMG みたいな感じでね、連射ができる人なら使えるんじゃないかなって思うぐらいやりやすいですけど、まあいかんせんね、ハンドガンなんで、そこを忘れないようにしてほしい。あくまでもこれはサブウェポンだから。今回サブウェポン強いよね、割と。3点バーストのハンドガンも強いなと思ってたけど、普通にこの単発ハンドガンも強いじゃんっていう、そういう感じのね、あれになってますけど。どうしよう。じゃあ僕の本気連射見ますか。死んでますね。バレてんだよな。僕の本気連射はね、エイム力がゴミになるんでね、あんま使いたくないんですけどね、これ。あー、やべ、ほらー、エイム力ゴミになるからやっぱ使うのやめよう。これね、これね、これなんだけど、あのモンハン持ちしたらこうなります。僕はあの中指で連射するのが得意なんですよ。なんで中指で連射したらめちゃめちゃレート速くなるんですけど、モンハン持ち苦手なせいでこうね、エイム力がゴミになるという、そういうまあ副作用があるわけですね。マジか、あと一発ぐらいだ。もうちょっとサイス、サイスか、あれわかんねえ。あー、死んだ。なんか3点差か、もうちょっと頑張ったら勝てそうなんだけどな。おい、ちょやられない、ライトニングストライクにはやられない。よし、これで OK。 とりあえずビッグハンドガンで敵を倒そう。こうね、サイスにはこれが敵面です。あれ、どこ行った、こっちか、いないな、から来るんじゃない。はい、完璧、アナイアレーター停止。どうしよう。おお、なんだなんだ、おっさんがいるぞ。おっさん何やってんすか全然関係ない人、おつ、あっ、オッケー、敵発見。あー、ちょっと、どこか分かんなかった。いやー、このハンドガン縛りなかなかね、あのね、気使うんですけどね。そういえばね、あれですね、最近あの紅白の出場歌手が決まりましたね。みんなおめでとう。そして奈々さんは頑張れ。
ていう感じのね結果になりました。ナナさんがね出場してなかったのは悲しいんですけどね、まあその代わりアニソン枠はねミューズの方が担ってくれてるので、まあ安心かなという感じですね。アニソン枠これでやっぱり視聴率が上がってほしい、僕としては。そしてアニソン枠がね増えてほしい。そうでもアニソン枠はね過去に増えたり減ったりしてるんでね、リンクドホライズンとかあれはアニソン枠でしょ絶対。そこら辺とかが増えてるんでね、こうどん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 そこからこうアニソンでこう視聴率バンって上げてからのアニソン枠がこうね赤組にも白組にもこうね出てくるといいなという感じで今回は、ハンドガン縛り終わりたいと思います。いやーいいね、我が舞台は優秀だったいやーほんとね、ハンドガンはねなかなか使いやすいんですけど、まあだからといってメインウェポンにしていいかどうかっていうのはその人の連射力と立ち回りとエム力によってなので、やる人はまあくれぐれも注意してください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。